ベンジャミントンプソン・ランフォード博ベンジャミントンプソンは、イギリス植民地時代のアメリカに生まれた科学者である。大砲の方針の中をえぐる工程で大量に発生続ける摩擦熱がカロリック説では説明しきれないことを示し、カロリック説を否定して、熱力学に先駆的な業績を上げたことで知られる。マサチューセッツ州のウーバンで生まれた商人のところで働いた。 1772年に14歳年上の裕福な未亡人サラー・ロルフと出会い、ポーツマスで結婚した、妻と植民地の総督との関係から、ニューハンプシャー軍の士官に任命された。アメリカ独立戦争が始まると、王党派に立ち独立派と戦おうとしたため、独立派に自宅を襲われた。妻を見捨てて、イギリス側に逃亡したが、独立軍の情報を持っていたので歓迎され、 イギリス軍のゲージ将軍やジャーメイン教の助言者となった。イギリス軍のために働いた間に火薬の爆発力の実験を行い、その結果を1781年の王立協会のフィロソフィカルトランザクションズに発表して高い評判を得た。1779年に王立協会フェローに選出され、戦争が終わってロンドンに移る時には科学者として高い評判を得ていた。 その後ドイツに移り、11年間ミュンヘンで過ごし、バイエルン選定校、カールテオドールのために、軍政の改革と貧民のための社会事業に働いた。この時代に、エングリッシャーガルテンを作っている、トンプソンの熱力学の業績は、ミュンヘン時代に達成された。1791年には神聖ローマ帝国から、ランフォード博の称号を得た。その後ロンドンやパリに住み、1804年には、 アントワーヌ・ラボアジエの未亡人マリーアンヌと結婚するがすぐに離婚した。火薬と爆発の実験の経験は熱に対する興味を深めた。最も大きな業績である摩擦熱の観察は1798年のアムエクスペリメンタル・インクアイリー・カンサーニング・ザ・ソース・オブ・ザ・ヒート・ウィッチーズ・イクスイテッド・バイ・フリクションで示され、熱を運動で説明した。その他に、 固体の比熱を測定する方法を開発したが、これはスウェーデンのヨハン・ウィルキーがすでに開発した方法であった。次に、毛皮や羊毛、羽毛のような材料の断熱性を研究し、これらの素材が空気の対流を阻害することが断熱に有効であることを示したが、空気や気体が完全に熱伝導しないとしたという点では間違った理解をした。トンプソンは、 調理に関する問題に科学的に取り組んだ優秀な科学者の一人である。トンプソンはアップルパイの中身がなぜ食べたら火傷するほど熱くなるのかという疑問を多くの実験を重ねて探求した。また最小限の出費で最大限の栄養をつけるスープを開発することが世界の飢餓を解決するために必要であると気づいた。トンプソンが考案した青白玉ムーギと エンドウ豆のスープはランフォードスープの名で知られている。トンプソンは当時のイギリスで使われていた炊事用のかまどの燃料効率の悪さや肺炎に関する工夫のなさに愕然とし使用する開口部以外閉じることのできる扉と排気管を備えた閉鎖式のコンロを考案した。トンプソンのコンロはミュンヘンの給品施設に設置されその威力を証明したが オーブン調理と直火による炙り焼きを厳格に区別する西洋文化ではトンプソンのかまどはオーブンとみなされたためローストを重要視して好むイギリスの世間の目に触れることはなかった1799年にトンプソンはジョゼフ・バンクスと共に王立研究所を設立しハンフリー・デイビーを科学の教授に選んだ王立協会とアメリカ芸術科学アカデミーに寄付を行い ランフォードメダルとランフォード賞が設けられた。ウィキメディアコモンズには、ランフォード博ベンジャミントンプソンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。